はい、よろしくお願いします。今回は、スーさんの接線と方線、丸4、媒介変数表示編をお送りします。で、今回もね、問題2問となっておりますので、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、まあ、θっていうね、媒介変数が入ったもの。まあ、t だったりすることもありますけどね。こういう風に表されたものの、こいつの接線の求めていきます。ただ、まあね、複雑そうな感じが印象を受けるかもしれないんですけど、結局ね、いつも言ってるように、y' と、接点。この二つが分かれば、接点は求められます。この二つのアイテムがね。で、実は今この状態で接点分かってます。なんでかっていうと、括弧内に示された曲線上の点におけるってことは、この、例えば θ イコール3分の π、まあ、60度ですね。こいつを x のこの θ、cosθ の部分と sinθ の部分に入れたもの、それが接点になります。だから接点も分かってるの。まあ、ちゃんと計算とかね、出さなきゃいけないけどさ。で、問題が y' の方で、ここでは y' と考えるのではなく、dydx。まあ y' と同じね。dydx と考えた方がやりやすいです。で、結局は媒介変数の θ が入ってるので、一回 x も y も両方 θ で微分します。両方ね。で、例えば、この x イコール 2cosθ。これを θ で微分すると、x を θ で微分してるんで、dxdθ となります。x を θ で微分してるからね。で、こっちは普通にコサインよね。まあ、θ 使ってるから、コサイン θ 微分すると、マイナスサインなので、マイナス2サイン θ となります。これは dxdθ。で、同じように y も θ で微分すると、y を θ で微分するんで、dydθ ですね。で、サイン θ 微分すれば、これコサイン θ になりますんで、こうなりましたと。で、こっからですね、結局、dydx 求めたいんですよ。これは前もね、媒介変数の時にやりましたけど、こっからちゃんと書くと、dydθ が上に来て、まあ、分数の読み方にしちゃおうかな。dxdθ 分の dydθ って考えれば、分数分の分数っていうのは、分母同じものだったら切ることができるので、こう切って dydx が残るんですよね。結局。ってことは、dydθ が上、dxdθ が下って考えればいいので、これ、マイナス、2sinθ 分の cosθ と、dydx ね。つまり y' です。が出すことができます。で、これによって y' と接点、まあ、今最終的に接点は分かってるんで、のアイテムがね、両方ゲットできましたんで、じゃああとは公式で終わりじゃんっていう話。じゃあ、接点ね、一応出しておきましょう。ここにね。3分の π、60度です。コサイン60度は2分の1なんで、まず x 座標1ですね。2×2 分の1で1。で、サイン60度に関しては2分のルート3です。だから、これが接点になります。今。で、あと、ここの、まあ、y' ね、の θ に3分の π を入れると、こっちか。入れると、これはやっておこうか。待って、右側、ちょっと厳しいな。そこに行くか。サイン60度が2分のルート3だから、2×2 分のルート3で分母がルート3。で、上が2分の1になるのか。こうか。つまり、マイナス2ルート3分の1です。2ルート3分の1。で、有理化しちゃうか。ルート3すると、待って、2ルート3分の1だから、これ間違ったらアウトだからな。ルート6分の、違う。ルート6じゃない。6分のだ。6分のルート3か。こうですね。3分の π はここと、ここに代入すると6分のルート3になります。マイナス6分のルート3。で、出ましたんで、じゃあ行きましょう。y から y 座標を引きます。イコール、傾きはこいつだね。マイナス6分のルート3、カッコ x から x 座標を引きましょうと。で、整理をすると、もう一行いけるね。すると、y イコール、
マイナス6分のルート 3x。ここね、配っただけです。で、後ろにも配ると、プラス6分のルート3、こっち移行して持ってくると、プラス2分のルート3なんだけど、通分しちゃうと、6分の3ルート3ですね。で、だから6分の4ルート3になるから、消しちゃおうか。6分の4になって、ここが約分できるから、3分の2。つまり、プラス、3分の、上乗っけちゃうか。2ルート3となって、これで終了となります。いいかな？ちょこっと消しますか。といった感じです。だからやってることはね、一緒なんですよ。y' と接点求めて公式ぶち込んで終わりっていう流れなんですけど、y'、まあ、今回だったら dy/dx の求める部分がちょっとね、媒介変数が入っているので、ちょっと特殊なだけですね。では、同じように行きましょう。ここはね、この dx,dθ とかめんどくさいんだよね。x をまず微分しましょう、θ でね。微分すると、まず、cos3 乗θ。これを、微分すると、まず3が出てきます。こう考えたら分かりやすいかな。cos θ の3乗って考えて、3が出てくるんで、3で、肩の数字1個下がるからね。cos2 乗θ になるんですけど、置き換えてるので、cos θ を微分したものを最後にかけなきゃいけないと。まあ、ずっとやってきたからね。cos θ をかけたまま、微分したものをかける。cos θ 微分すると、マイナスサインなので、書き直すか。マイナスサインがくっつくから、マイナス3、sinθ、cos2 乗θ です。dx/dθ ね。で、同じように、dy/dθ。こいつを微分すると、これも同じ。3が出てきて、3、で、サインが1個落ちるからね。sin2 乗θ になるんですけど、置き換え使ってるので、sin θ を微分したものを最後にかける。サインを微分すると、まあ、コサインになるだけだから、くっつけましょうと。はい、これで OK。で、求めたいのは dy/dx。これ求めたいから、さっきと同じね。dy の方が上。これが下に来ます。で、これをね、一応書くか。分数にして、右側入ってる。ギリが、これがギリだね。x の方が下なんで、sinθ、cos2 乗θ。で、3。こっちがサインが2つの、コサインが1個。3消えますね。消えて、サインが、上が残る。コサインは下に1個残る。つまり、忘れずマイナスもね。マイナス、cosθ 分の sinθ。これが dy/dx。となりました。では、あとはね、接点と、まあ、代入したものを求める必要があるんで、接点から行きましょう。4分の π は、45度ですね。で、cos45 度も、sin45 度も、ルート2分の1、まあ、もしくは2分のルート2ですね。で、ルート2分の1なんで、両方3乗すると、どうがいいかな。ルート2分の1の3乗なので、2ルート2分の1なんですよ。3乗するとね。で、有理化しとくと、4分のルート2になります。で、これが両方ですね。4分のルート2の、4分のルート2。で、ここにもね、θ にも4分の π 入れておくと、まあ、cosθ も、cos45 度も、sin45 度も同じルート2分の1なんで、まあ、上と下、バッサリ切れるからね。だから今、代入すると、イコールでいいかな。マイナス1になります。こういうね、ありがたいね。シンプルな数字だと。では、あとは入れていきましょう。y から y 座標引きます。4分のルート2イコール、ここがマイナス1とかありがたいね。x から4分のルート2を引きます。あとは整理しましょう。y イコールマイナス x。プラス4分のルート2。で、またプラス4分のルート2が来るので、4分の2ルート2になる。で、それを約分すると、2分のルート2と。なって、これで終了となります。いいかな？まあ、途中でもね、話しましたけど、求めたいの、欲しいね、アイテムは y' と接点です。この2つが欲しい。で、今回は y' が dy/dx と考えることによって、まあ、θ をね、微分すればこういう風に求めることができますんで、ぜひ、こんな感じでやってみてください。
では、今回は接線と方線、丸4、媒介変数表示編をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。